松本駅に来ました。ここから歩いて松本城へ行きます。目飛羽川です。この橋を渡ると大手門です。松本城、枡形の大手門跡です。川沿いには縄手通りがあります。城の堀と目飛羽川に挟まれ、縄のように細い路地だったそうです。明治時代に湯柱神社が建てられ、その参道となっています。パワースポットとしても密かに人気。二の丸入り口に来ました。その前に外堀一周してきましょう。松本城は1504年に小笠原氏が築いた深志城が前身と言われています。徳川家康の関東への移動により小笠原氏に代わり、徳川家の知恵袋石川数正が松本城に入ります。息子の安永も受け継ぎ、大天守、犬井古天守、渡り櫓などを完成させます。太鼓門です。口工事中、三の丸から二の丸へ入る門です。外堀一周したら太鼓門から攻め入ります。待ってろよ。二の丸へつながっている橋です。本丸へつながっている土橋です。家康の重臣で知恵袋で松本城の城主となった石川数正は、秀吉対家康の小牧長久手の戦いの後、突如秀吉側に寝返ってしまいます。数正の寝返りにより家康側は秀吉にこれまでの内部情報が筒抜けになってしまいますから、家康側はてんやわんやの大騒ぎになりました。家康は秀吉に従わざるを得なくなりました。数正が亡くなった後、息子の安永が松本十万石を引き継ぎ、関ヶ原の戦いでは今度は徳川方に味方しました。戦いの後、石川数正の裏切りにまだ怒りが収まらなかったのか、石川家は取り潰されてしまいます。外堀一周して二の丸入り口に戻りました。それでは太鼓門から攻め入ります。修理中の太鼓門、入ります。枡形になっています。数正の息子、石川玄馬の神、安永が運ばせた巨石、玄馬石です。太鼓門、突破します。この太鼓門は平成11年に復元されました。二の丸御殿跡へ行きます。城主の居館とか正庁があったところです。どこにどんな部屋があったのか分かるようになっています。二の丸御殿の部屋数は50ほどあったとのことです。今日は何か催し物があるようです。本丸へつながる枡形門に来ました。歴代の藩主が名を連ねています。奥から水野氏、堀田氏、松平氏、戸田氏、小笠原氏、石川氏です。それでは橋を渡って枡形門突破します。枡形へようこそ。本丸に入る正門、黒門です。アルプちゃんが門番しています。門には装飾されています。石川氏の家紋ですかね。観覧券買って黒門突破します。国宝松本城天守です。天守、渡り櫓、犬井小天守、辰巳月櫓、月見櫓で構成されています。
天守は56階、乾小天守は34階、渡り櫓で結ばれています。月見櫓と辰巳付櫓は三代将軍の家光時代に松平直政が増築しました。月見櫓には朱塗りの周り円もあり、まさに平和の象徴としての櫓です。最上階は周り円の予定でしたが、松本は寒いので取りやめました。周り円を壁にしたので頭でっかちになっています。破風は千鳥破風が一つだけです。石垣が低いです。地盤が湿地帯のため石垣を高く積めないのです。それでは天守に攻め入りましょう。小天守には入れませんでした。1階だけチラ見。天守1階、1軒ごとに柱が立ち、天守全体の重みを支える構造。地盤が緩いため高床式になっています。石落としです。松本城は石垣が低いので1階には12箇所に石落としがあります。狭は115あります。戦国時代の重武装の作りを見せつけています。2階と4階には格子窓があります。3階は外からはわからないので最も安全でした。普段は倉庫として使われていました。4階は城主の御座の間です。明るく広々した感じです。5階は破風の間です。有事の際は重臣たちが戦いの作戦会議を開く場所です。6階は天守最上階です。 29.4 メートルの天守からの眺めです。アルプスの山々も見えます。下に降りて天守見ます。それでは天守をいろいろな角度から楽しみましょう。赤い橋からスタートすると天守を古い年代順に楽しめます。古天守と天守だけが見えます。石川氏時代の松本城を思い起こさせる姿です。左右対称の美しいお姿です。左側は石川氏時代の古天守、右側は松平氏の時代の辰巳付櫓と月見櫓を見ることができます。天守の右側には増築部分の付櫓と月見櫓、月見櫓の朱塗りも映え平和な時代を感じます。最後までご視聴ありがとうございました。